。はい、どうも米助と申します。さあ、ということで今日はね、鹿児島県のね市街地の周辺にある、地元民ならね、まあ、誰でも知ってる超有名なね沖堤防にやってきました。ほんとね、もう市街地からすぐそばなんだけど、ちょっと離れるだけで、まあ、それこそ青物もそうだし、まあ、イシダイとかマダイとかね、本当にいろんな魚が釣れるすごい沖堤防なんですよ。今年最後になるかもしれないですけどね、ちょっと釣りキャンプの方をねやっていきたいと思います。まあ、朝から来てね、今日の夜、そして翌日のまあ昼ぐらいまでね、釣りをして行こうかなと思ってます。カゴ釣りでですね、ちょっともう時期ギリギリなんだけど、まあ、マダイとかまあいろいろ魚釣れるみたいなんでね、はい、これでちょっとやっていきます。とりあえずまずはね、ちょっと今日の晩飯を確保しよう。それではレッツゴー。はい、でね、まあ、早速やっていくんですけど、カゴ釣りって普通ね、仕掛けをぶん投げて沖のね魚釣るんですけど、ここはね、もう足元から 20m 以上水深があるみたいなんで、まあ、足元でいいと。なんで、はい、足元に落とすと、はいおおおお、来たおお、来た、なんか来た、おお、来た、なんだろうな。はい、けど1投目から来たのはでかいベラくんですね。まあ、こいつはね、まあ、いいでしょ。こいつはもうリリースでいいでしょ。さあ、まあね、下道とはいえね、まあ、1投目から反応があったのはまあいい傾向だろうということで、よっしゃ再び、はいあお本命の、はい、マダイ、一応マダイですね。はい、一応ね。あー、かわいいね、かわいいっすね、めっちゃかわいいっすね。まあ死ぬほど小さいけど、まあまあ一応本命なんでね、悪くないっす。はい、叩くような引きだ。おー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 、これいいぜ。これはいいサイズじゃないの。まあまあ、意外といいサイズかなって思ったら全然やったな。マダイの引き直したな。あーね、さっきよりはちょっと若干サイズアップしたかな。あ、全然あるな。あー、じゃあカゴ釣りね、引き続きやっていくんだけど、ちょっとカゴ釣りしながらね、どうせなら今の時期一応ね、泳がせ釣りとかでブリもね、まあ、たまに上がってるみたいなんで、じゃそれのね、ちょっと小魚をちょっと狙おうかなと。でこいつはちょっとな、泳がせ釣りにはきついな。じゃこりゃあ一応これ夜釣り用に持ってきたこのテトラ大物 EX、 針だけつけてね、もう適当に泳がしておくと、あとは放置。 OK、 よし OK、かわいい。こんなんばっかりやな、ほんま。お、来た。はい、ベラッチ。なんかついてた。なんじゃこりゃ。よいしょ。レッツゴー。ザゴー。ちっちゃ。こんなんばっかりやな、ほんまに。ああ、おお、ちょうどいい、泳がせないさひでえな、おい、いいベラ。いしょ。あ、はいはいはい、本命マダイ、まあこのサイズもね持ち帰れるサイズなんで塩焼きにしよう。ユーマ染めラッシュ、こいつはちっちゃすぎる。めちゃめちゃね逆光なんですけど、もういよいよねもう夕方になってだいぶまたね寒くなってきましたということで、今日のねシェルター、家、はい、テントね、ちょっと風強いんでねテント飛ばされない怖いんですけどね、これがないとね夜死んじゃうんでね、早速ちょっと当てていきましょう。ダメだ、オッケー、ちょっと風の影響をだいぶ受けてね、ちょっといびつな形やけど、これでね一応寝る体勢はできたと。よし、まあ、本当はもうちょっとねおかず釣りたかった。最近マジでね魚全然釣れないんだけど、とりあえずまあはい一応今日の本命、マダイね、これがね、ありますんで、こちらをね、まあ、調理して、まあ、鍋をね、作っていこうかなと、はい、思います。もうね、内臓とエラ以外全部使う。この鎌とかもね、ちゃんとありますから。さあということで、ようやくねこの鍋完成しました。オープン、じゃじゃーんということで、魚が小さすぎてほぼね魚成分入ってないけどまあ釣り場でね、まあ、作ったソロキャンプ鍋ということで、魚の身入れるの忘れてるじゃないそれは魚ねえわ。仕切り直してはい、オープンということで、はい、こんな感じですね。はい、ちゃんとね、はい、魚が入ってます。はい、美味しそう。はい、じゃあ早速ね、魚、チャリコですけどね、いただきます。まあ、ちょっと小骨は多いけど、やっぱね、さすが、まあ、言ってもタイの甲なんで、うまいっす。プリプリ。いやこのね寒い冬の夜、野外でね釣りしながら食う鍋最高っすね。引き続きねちょっとまったりこの鍋パー楽しみながらね、まあ、まだそろそろとも結構いい感じに地合いもね、来てると思うんで、引き続きねやっていきましょう。